皆さんこんにちは。良い子のみんな調子はどうよ。今回は以前実況させていただいた、呪われた子供番組のホラーゲーム、アマンダジアドベンチャラーをプレイさせていただきたいと思います。アマンダジアドベンチャラーって恐ろしい子供番組が録画された3つのビデオテープを視聴していく作品でしたっけ？ですです。確かこのゲームって前回の実況でクリア済みでは？それがですね、先日アップデート版が配布されたみたいなんですよ。アップデート版？我々が前回プレイしたバージョンと何か違いがあるんですか？情報によるとこのアップデート版では秘密の4番目の VHS テープが追加されているのだとか。秘密のテープですか？今回はその隠し要素を見るべくアップデート版をプレイしていこうというわけです。なるほどですね。そんなわけで早速始めていきましょう。レッツプレイです。Hi, I'm Amanda. And I'm Wooly. And I love apples. Do you like apples?前回と同じくアマンダちゃんがリンゴが好きかどうか聞いてきましたよ。この辺は特に変わりはないっぽいので前回と同じく答えていきましょう。I'm allergic to apples. That's okay. You should never be afraid. 相変わらずの聞きくっぷり。But we don't even know where the store is. Do you know where the store is? この質問も前回と同じね。余談だけど、海外の方の考察で、後ろの建物や木はすべてアマンダちゃんの犠牲者なんじゃないかって話があるらしい。ひえ、それってつまり元は何らかの生き物だった子たちがアマンダちゃんの手によってオブジェクトに変えられちゃったってこと？うん。確かにすべてのオブジェクトに目がついてて妙だとは思ってたけど、まさかそんな話があったとは。まああくまで考察だけどね。想像以上に闇の深そうなゲームですねこれ。Yeah, that's right! Let's go!We're at the store! It sure looks crowded, but... And look! There are apples! Can you see apples? ここはリンゴと入浴ですな。Good job! Now we can make apple pie! ということでエピソード1終了です。エピソード1はこれまでと特に変化ありませんでしたね。聞いた話だとエピソード2であることをすると秘密のテープが見れるようになるらしいんだよね。あることですか？それとまた余談なんだけど、この辺で一瞬画面に映るノイズ。それがどうかしましたか？スロー再生でよく見ると、一瞬顔みたいなのが映ってるんだよね。いやー、本当だー。拡大してみるとこんな感じ。ひ？なんか口を裂かれた人形？僕見えない？いやいやいや怖すぎでしょ。なんで子供番組にこんな恐ろしい映像が入ってるのよ。私の予想だと今の人形、もうアマンダちゃんの犠牲者だと思うんだよね。怖すぎる。謎の顔の話はこの辺にして、次のエピソード見ていきましょう。Oh, you. Okay. We don't have much time. Whatever you do, don't... Hi everyone! I'm Amanda! I'm Wooly! Today, we're going to get meat for Grandma. But isn't Grandma a vegetarian? Can you tell us where the butcher is? 出た闇の深いシーン。ここも前回と同じくお肉屋さんを選択。There it is! Let's go! ウーリー逃げて。Hello, meat man! ってことで新鮮すぎるお肉屋さんに来ました。ぶら下がってるお肉キモいよ。さあここですよ。は？ここでは本来は肉って意味のミートを入力するんだけど。うん。ミートではなく子羊の肉、ラムと入力すると、秘密のテープを見られるようになるらしいのよね。ラムって、ウーリー君のこと名指ししているようなもんじゃないですか。あれ、合ってないみたいだよ。ゲーム自体はミートと入力しない限り先には進まないみたいね。いやー、このゲーム一嫌なシーンが来る。ここからのシーンは何度見ても不気味だよねー。あのお肉屋さんが切ってる肉もアマンダちゃんの犠牲者のものだったりするのかな。でしょうな。ってことでウーリーくん始末完了です。きっと。ってあれ？テーブルに新たにテープが置かれてる。隠しテープ来ましたな。うまくいったようですわ。しかしなんでラムって入力すると秘密のテープが追加されるんだろ？内容がウーリー君関係なのかな？早速見ていきましょうか。え？実写？民家が映し出されてるわね。なになに？急な実写めちゃくちゃ怖いんですけど。む、入力欄が表示されたぞ。しかし一体何を入力すれば？なんだろう。何のヒントもなしにどうしろと。文字数から考えるしかないか？ 6 文字？は。まさか。何？アマンダ、これちょうど6文字ですよ。入れてみよう。お？来たー、合ってたみたい。今度は茂みの映像？なんやこれ。
そしてまた入力欄が。今回も6文字だ、アマンダか？ひえ、なんですかこの映像は。大量の肉が吊るされとる。一体何を伝えたいのよ。また入力欄が出てきたわ。どうせ今回もアマンダなんでしょ？あれ？ A って入れたのに W になってるぞ。どういうことなの？なんだなんだ。うわぁ、片手にウーリーって入力されたぞ。それってつまり、今のお肉の映像はウーリーのだってこと？多分そういうことを伝えたいんだろうね。いやぁ。今回のテープ、実写だったのも何か意味がありそうだな。というと？ワンチャンこれまでのストーリー、現実での出来事を元に作られていたり？いやぁ、怖いこと言わないでよ。アマンダは実在する人物なのかもね。やめーやめー。ってことで今ので秘密のテープは終わりのようです。あとは前回と変わらないみたい。It's dark out. Let's go home. 私気づいちゃったんだけどさ、このエピソードのアマンダの隣にあるのってウーリーの一部だよね。脳みそかな？グロすぎるよ。そういえばアマンダが帰ろうとしているお家あるじゃん。うん。これおばあちゃんの家説あるみたいなのよね。おばあちゃんってベジタリアンの？そうそう。おばあちゃんはアマンダが化け物なの知っているのかしら。どうなんだろうねー。ネズミーマウス来た。ここは実写映像の肉に貼ってあった数字でも入れてみるかな。そういえば意味深な数字ありましたねー。文字数的に違うとは思うけど一応ね。さあどうなる？前回と変わりはないようですね。思ったんだけどさ、最後の化け物、アマンダのおばあちゃんだったりしない？ベジタリアンってのは嘘で一家揃って肉を食らう化け物って可能性もなきにしもあらずですな。今後のアップデートで徐々に謎が明らかになっていくのかな。かもしれませんね。今後も目が離せない作品ですね。はい、ということで今回はアマンダ・ジ・アドベンチャラーのアップデート版をプレイさせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。本作、また何かアップデートがありましたらプレイさせていただく予定ですので、気になった方はぜひチャンネル登録を。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。